にちは、元住吉七尾でーす。こっちだ。こんにちは。今日は、あれ、オルタナティブガールズ2のイベントに行ってきましたよっていう話をしまーす。あのね、オルタナティブガールズもう3周年で、無印オルタナティブガールズから数えると3周年で、まあ、無印と2の区別ってあんまりないんですけど、本当は。なんですけど、まあ、20年のタイミングかな、に2になったんですよ。そのまま無印の名前が2に変わるっていう事件があったんですね。まあ、それはいいんですけど、まあ、そのタイミングからかな、イベントやりだしたの。ちょっと1周年の時にイベントあったかどうか、ちょっとわかんないというか。覚えてないんですけど、まあ、去年のイベントも、この元住吉さんを参加してるんです。それでね、今年は、去年はなんか6人ぐらいいた。人がすごいたくさんいた。本土楓さんとか、吉村遥さんとか、あと誰だっけな。なんかいろいろいたんですけど、今年は4人かな、声優さん、演者は、さんは。うん。で、まあ、なんだろう。オルタナ勢としては、オルタナ勢は、去年から引き続きの長妻、さん、ジュリさんと、あの人。小春役の人、ちなみさん。ちなみ合ってるあれまあいいや。と、ちなみさん。橋本ちなみさんで。ほんとさ、去年から引き続きは、立花ネタさんと、それと、ベルル役の大野ゆう子ちゃんが、来てました。大野ゆう子ちゃんがね、ちっちゃかった。ちっちゃくて。まあ、それでさ、オルタナ勢と、こう、ナイトビーストというか、ナイトデーモン、組で2対2に分かれるっていう感じになってましたよ。うん。まあ、だから、ちょっとなんか規模を縮小なのかもしれないね。ちょっとだけね。でも場所は変わんなくって、山のホールで、まあ去年も山のホールだったんですけど、元住吉七尾の山のホール3回目かな、記憶にあるだけで。オルタナティブガールズのオルガルのイベントが2回。1年ぶり3回目なんですけど。で、その前がね、ロッカの勇者のイベントで、もうガラガラ、超ガラガライベント。ゆうきあおいちゃんとか、結婚する前の、あの人、コスプレイヤー。誰だっけ？コスプレイヤーとか、あと、結婚した直後の、あの人。ひかささん。とかね。この辺が出てたイベントなんですけど、まあ、それはいいんだ。で、オルタナティブカーズのイベント3周年で、そうね、特になんか安定してて、アニメ化のあれもなく、告知もなく、なんかまあ夜の部でやるかもしんないけどね、わかんないけどね。あとはね、まあ、大野ゆう子ちゃんが可愛い。あとはね、ライブをね、配信ではやらないんだけど、参加者だけが限定でライブが見れるっていう。ちなみにこのイベントダーターなんですよ。ただなんですよ。オルガルやってる人は、応募できて、それで、抽選になって、で、当選すると参加できるっていう仕組みになってます。なので、なんだったら無課金のユーザーだったら、本当に無課金でいけちゃう。と思うんだけど、どうなんでしょうね。わかんないですけど。当選が本当にランダムかどうかってわかんないですから。うん。
ちょっと喉があれしてます。ライブではしゃいじゃったんで。変な声出したりとかしてました。ですかね。まあ、なんか楽しかった。あとね、運営は成長してると思うよ。まずね、指定席制度になったのが大きい。去年は自由席で、で、なんかこう、なんていうの、会場に時間がかかってさ、これね、すごい、なんか入場時間かかって、それで、入るまでの廊下がすっごい暑くって、なんか、体調悪くなりそうだったんですけど、今年は、もう、抽選当たりましたの段階で、席決まってて、で、この元住吉なのをラッキーなことに、前から2列目っていう、状態で、ラッキーでした。まあ、そんだけなんですけど。ラッキーでしたよ。あとはね、まあそこの入場のところが、やっぱり指定席になってよかった。楽になったっていうのがあって、それと、もう一つ良かったのはね、去年ね、確かライブの時に、スクリーンがあるんですけど、後ろから見てた時に、要は演者が見えなくって、スクリーンしか見えない状態なんです。で、そこで、まあ、演者が映ってればいいんだけど、映ってなくって、これね、ずっとオルタナティブガーズの、ゲーム画面とか、まあ、アニメーションの画面とかが出てたんですけど、今年はちゃんと演者映してくれてて、あ、そこちゃんとやってくれるんだ。ありがたいねって思いました。PDCA サイクルが回ってると思います。うん。あと、竹達彩奈ちゃん、人妻になったことでおなじみの竹達彩奈ちゃんからのビデオレターとかあったね。うん。あとね、お土産もらった。お土産もね、多分、減ってるんじゃないかな。去年なんかたくさんもらった記憶があるんですけど、でも記憶があるのはこのうちわだけね。うちわに、オルダルのうちわに2枚になりました。どんどん集めたいと思います。あとは、今年のクリエントはね、これっつってもわかんないと思うんですけど、ゴーグル、VR ゴーグル、スマホの用の VR ゴーグルがもらいました。あれです。上坂すみれキャラのやつをもらいました。そうか。あれなのかな？チーム的には、ドッグチームなのかな？ドッグチームと、正式名称は言えないんですけど、ドッグチームとキャットチームとラビットチームがいるんですけど、ドッグチームですね。元住吉奈々緒が大好きなののちゃん、伊藤美久さんのののちゃんのキャラがリーダーをやってるドッグチームのゴーグルになってまーす。ということで、オルガルのゴーグル、もう二つ目です。ははは。二つも持ってる。スマホは一台だから一回しか使えないのにね。てかね、VR、スマホを VR 化するこの段ボールのさ、ゴーグル。三つ目だよね。普通の無地のさ、段ボールの箱そこも持ってるからさ。三つ目だよ。たくさんあるよ。そんな感じ。どんな感じかわかんないけど。ということで、元住吉奈々緒でした。オルタナティブガールズ2をよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。